パリ・ベルシー駅、または、ベルシー駅は、フランス・パリの12区にある、フランス国鉄の駅である。フランス国鉄のパリにおける、始発駅の一つであるが、他の6つの始発駅と比べ規模が小さく、また構造や、運用の上で、リオン駅に従属した立場にあることから、主要なターミナル駅とは見なされていない。ここでは同地にあるメトロ6号線。 14号線のベルシー駅についても述べる。ベルシー駅を出た線路はすぐに、リヨン駅から南東方向への線路に合流する。ベルシー駅を発車する主な列車は以下の通り、この他団体専用列車やプルマンオリエント急行による観光列車などの発着駅としても用いられる。また、2012年7月より運行開始した。 SNCF の高速バス井戸バスのターミナルともなっている。かつては以下の夜行列車も発着していたが、2011年12月11日以降はリヨン駅発着に変更された。ベルシー駅はリヨン駅から南東方向に向かう線路の南西側に沿う形で位置する。リヨン駅と同様、駅全体が森土上にあり、周囲の地面より高くなっている。 北東側から旅客用ホーム3面6線、自動車積み込み用、ホーム10線がある。すべての線路は行き止まりの構造になっており、ホームの東端部に駅舎がある。自動車積み込み用ホームの上層は駐車場になっている。旅客用ホームベルシー地区は18世紀頃から、セーヌ川の水運によるワインの集積地となっていた。1850年代に、リオン駅と、 フランス南東部方面への鉄道が開業すると、ベルシー地区には貨物駅が置かれ、その周辺にワインの倉庫街が発達した。鉄道によるワイン輸送の最盛期は19世紀末から第一次、世界大戦直前までで、この頃には、ウルゴーニュ、ローヌ川、流域、プロバンスなどからワインの樽を積んだ専用貨車が年間のべ1万8000両ほど到着していた。 第二次世界大戦後には鉄道によるワイン輸送は衰退し、貨物駅や倉庫の跡地はベルシー公園やショッピング街、ベルシービラージュとして再開発された。一方で1970年代には TGV の開業を控えてリヨン駅の混雑が予想されたことからベルシー駅に旅客用駅舎を設けてリヨン駅の機能を分散させることになり、1976年に 駅舎が開業した。ただしこの時期にはベルシー駅を利用していたのは団体列車と再販防機の臨時列車の一部に限られていた。2000年12月のダイヤ改正時からオートトランのパリにおける初着地がセーヌ川の対岸のパリトルビアックからベルシー駅に移された。さらに LGV 地中海線の開業に伴う2001年6月の改正でそれまで リオン駅を発着していたイタリア方面の国際夜行列車がベルシー駅に移された。同時に国内の夜行列車の始発駅もオステルリッツ駅に移され、この時点でリオン駅発着の夜行列車はなくなった。2011年12月11日からクレルモンフェラン方面、雪のアンテルシテのターミナルがリオン駅からベルシー駅に移された。これは LGV ラインローヌ線の開業に伴い、パリからミュルーズ及び、スイス北部方面の TGV が、パリ東駅発着に変更されたため、リヨン駅の容量が不足し、従来リヨン駅発着であったヌベル、クレルモンフェラン方面きのアンテルシテを、ベルシー駅に回したためである。また、同日より、イタリア方面きの夜行列車の発着駅は再び、リヨン駅に戻された。 2012年7月から運行開始した SNCF グループの高速バスサービスイドバスはベルシー駅をパリにおけるターミナルとしている。6号線ホーム6号線、14号線とも地下に相対式ホーム角2面2線がある。6号線は駅のすぐ西で地上に出てベルシー橋場の高架橋となる。駅の北側には14号線と6号線の間の 連絡船がある。これは14号線と他線の唯一の連絡船である。6号線の駅は1909年3月1日に開業した。1910年1月に発生したセーヌ川の洪水では、駅西側のトンネル入り口から浸水して水没し、長期間の運休を余儀なくされた。14号線の駅は1998年10月15日に開業した。 リヨン駅や対岸のオステルリッツ駅とは 1km ほどしか離れておらず、徒歩でも連絡が可能な距離にある。ベルシー駅とセーヌ川の間にはベルシー公園があり、その北西にはベルシーアリーナやフランス経済、財政、産業省ビルがある。また南東には2005年にシャヨーグ具から移転してきた映画の博物館、シネマテーク、 フランセーズやワイン倉庫跡地の再開発で生まれたショッピング街ベルシー・ビラージュがある。その中心となる歩道クール・サンテミリオンはワイン産地のサンイコール・テミリオンにちなんで名付けられた。またセーヌ川をシモールド・ボーヴォワール橋で渡るとフランソワ・ミッテラン、図書館やその周辺の再開発地区に至る。ありがとうございます。